はい、えー、さて、皆さん、えー、こんばんは、かぶくんです。はい、えっ、ー、と、ピュアスマイルさん、よろしくお願いします。えー、かぶくん、こんにちは。えー、全然関係ない話なんだけど、YouTube に動画を上げたいんだけど、かぶくんは OBS スタジオで配信していますかえー、参考に教えてください。よろしくお願いします。OBS スタジオっていうのは、すいません、初めて知りました。うん。ってことは、それで僕、配信してないですよ。 うん、あの基本的に YouTube の YouTube アプリと YouTube Studio、この2つだけこれを使っていますね。うん、で、えっと、それ以外編集ソフトとか、ね、いろいろあるかと思うんですけど、もうすべてアプリだけでやってます、うん。なので、パソコンを使ってる、使ったことはほとんどないですね。うん、なので、えっとね、本当もこのカメラもあのこの YouTube のアプリだけ。 うん、YouTube のアプリというかあの、スマホのカメラのみなんで、マイクとかも実は使ってないですよ。うん、なので、OBS Studio っていうのは今初めて知りましたね。はい。で、ピアスマイルさん、YouTube されるんですね。うん、えっとこ、えー、このアカウントでやるということなんでしょうかえ。すごい楽しみですね。うん、はい、えっと、よろしくお願いします。うん そして、えっ、ー、と、ピアスメールさん、ごめんなさい。私、OPS スタジオで配信をしたいんですが、えー、開始した後、どこにチェックして、えー、開始してよいのか分かりません、えー。どなたか分かる方は教えてください。というすません、誰か OPS スタジオ知ってる方いますかね。うん。あの、全くこれは使ったことがないので、いや、ちょっと分かんないですよ、僕。うん。誰か、えー、知ってる方、ご存知の方いましたら、教えていただけると、嬉しい。OPS スタジオっていうのは、 ねえあれですかねうんはいえー、そしてゆうユナや,やさんどうもですえカブさんお出かけしたんですねえー、天気がいいと気分もいいですねうんえー、日本もタンポポがたくさん咲いていますよでも寒そうな服着てますねうん、えー、見ていてゴールデンウィークにまた気持ちが、えー、動きました、えー、楽しめて良かったですねうんいや昨日は結構あのー まあそんなにね、えー、遠出はしてはなかったんですけど、まあ、結構トラム人がいっぱいいましたね。うん、今、あの、バカンス、プチバカンスということもあって、結構人がいます。うん、ただ、砂浜はいろんなドラマがあって、とても楽しかったんで、ちょっとまた今度また行ってみたいと思います。はい。そして、えー、とカブさん、世界一深い場所で泳ぐ魚の姿が撮影されたそうです。ほんなるほど。小笠原海溝の推進 8336メートルで見つかったそうです魚は深海魚のスネイルフィッシュで体長20センチメートルだそうです深海よりも深い超深海だそうですよギネス世界記録に認定,さ認定もされたみたいですすごいですね本当ですかこれ8336メートルってこれ8キロということになるんですけど 相当な距離ですね、うん、8キロって水平に歩いてもかなりあか、かなりの距離があると思うんですけど、水深8キロってすごいですね、うん、すごいなって思うど、どうやって行ったんですかね、あの海水んえっと、潜水艦、で潜水艦も壊れちゃうんじゃないかなってちょっと思っちゃうんですけどね、うん、ちょっとこれはあの信じらんない話だなってちょっと思っちゃいましたね、深海魚。うん はい。僕の中で衝撃ですね。うん。えー、レモンみかんさん、どうもです。ええ、カム君、天気もよく、トラムで小旅行。えー、春の海、いいですね。うん。え昨年の、えー、エビ、エビ取り、えー。 海老漁祭りの海岸ですが、そこですよ。うんえー、波が穏やかな、えー、と朝浅の海岸でいいところですね。大、えー、馬の散歩も見れたし、えー、砂丘の、えー、植物もこれから見れますね。えー、神奈川県は20度、うくうつかないって言います、えー。見まぐるしい季節ですが、えー、家猫2匹は暇で、にゃーにゃーにゃーご飯ちょうだいと私の,のそばに来て、えー、座って必要に訴える。 かれこれ20分は訴えます、うん、猫ちゃんね、そんな感じですよね。食べ過ぎたら無視しますが、私の肩を叩きます。今、欧州で痛いの羽生さんを見てるんですが、グリグリの腹、体重5 5キロはやばい。食べ過ぎ猫、あ食べ過ぎて猫ですね。いや、猫ちゃんね、でもね、あの、僕の、えー、カブ君子育ご一個の中の猫ちゃんも、相当なおデブちゃんなんではいうん、結構食べちゃいますからね。 はいでえー、っと今日実はです、ね、オースタンドの海岸に、ちょっとなんか津波みたいな波がちょっと来て、あれなんだろうと思ったんですよね。うん、その映像が撮れましたんで、ちょっと、はいえー、また後ほどちょっとね、お伝えしたいと思います。うん、結構子どもたちびっくりしてましたよ。うん ユ、えー、うのやあさん、か、え、ぶ、ー、さんさんずの川はよく向こうの方でおいでおいでされるとか、きれいなお,お花畑があってとか、えー、聞きますね。うん。でも本当かは実際に体験しないと分かんないですね。あと、さんずの川にも交通費がかかるらしいですよ。180円から300円くらいだそうです。安,安いですね。えー、それと、先頭さんに渡すらしいですよ。ただではしてない。あ 死ねねないいみたいです、ねうん、あなんか死ぬのもお金かかるってこれ聞いたことありますよ、うん。でもこれは死ぬ時のためのや、ね、お金がかかるので、もそれにしても安いですね。うんはい、まあいろんな、ね、意味でお金がかかりますけどね、死んだ後には。うん、なるほど。えー、でもこれ拒否したらお金払えなかったら、えー、死んだないんですかね、うん。地獄でしょうかね。ね マルニーさんよろしくお願いします食虫植物についてえウツボカズラはウツボカズラ科はですねインドネシアマレーシアが原産地だから熱帯植物でベルギーではえ育てないと思うあ本当ですかこれ家の中でもダメですかね うん、家の中は基本的に15度以下にはならないんですけど、多分それでも無理っぽいですかね。うんまあ、多分太陽が必要だと思うんですよ。なんで、ちょっと残念な気はしますけども、他の食虫植物はゴテ後手か、盲腺後手、石持ち草、えー、半ばの盲腺後手、これらの葉のネバネバで補充。うんで 高深層耳かり草、うん、タヌキも、えー、ムジナモもこれは補充袋で補充ということですね。ハエトリソウは有名ですね。でトゲトゲの歯の、えー、開閉で補充します、えー。植物なのに動くからちょっと怖い。うん、あのなんかね、ちょっとあの本当にハエ、ねえー、パカてね、ちょっとこう、ハマグリがパカッてなるみたいになっちゃいますよね。うん、で、余談、ウツボカズラの英語名はネペンテスで。 えー、ラルカンセルのアルバムにありますってことですようんなるほどなんかこれはそのなんだっけあのうつぼカー的な曲だったんでしょうかねうん はい、そして今日ですね、静岡市長選挙と静岡県会議選挙の期日前投票に行ってきました。4月9日日曜日で仕事だから期日前投票にしました。仕事でない時でも期日前投票の方が空いているし、天気の良い時も行けるからいいね。うん。静岡県会議員の選んだ人は、偶然家にピンポンで直接15分くらいは話したから、 そこそこ人となりが分かったから投票した。うん。静岡市長の方は困った。人となりさえ見,て見えてこない。こんな時、皆さんどうしてるのかな政権放送を聞いても選ぶ人がいないじゃんって思う時が多いです。はい、という感じですね。 サラカヤさんこんばんはどうもです。えっ、ー、と練習お疲れ様でした。えー、ここ最近どんどん調子を上げていますね。えー、最近はようしたのフィット段落していつもの環境で練習に集中できるだったのも大きいですね。えー、短時間でもう可能な限り毎日練習することが、えー、大切といったところでしょうか。えー、次回の記録会を今から楽しみです。えー、無理のしすぎと怪我をしないように気をつけて練習をしてくださいね。うん。あの最近あの昨日は特に調子が良かったなって感じに自分。 自分でも持っていていルッツのまあ回転が少しマしになってきたかなって感じるんですよ、うん。なのでまあそうですね、まあ、結構、うんまあ、基礎的なものが、ね、練習ができてるからかなっては思うんですけどね。うん、はい、そして今日。 報道番組を見て知ったことになりますが、もし次回のアメリカ大統領選挙で、トランプ氏が当選し、大統領就任後に有罪となり、実刑判決が下った場合でも、塀の中から引き続き職務に当たることが可能であることを知りました。えつまり、実刑でも辞任しなくてもいい、よいそうです。日本ではまず考えられないことだと思います。こここれれ。れははは、ちょっっと僕ししましたね。うん、そそ本当て 本当にあの鉄格子の中から大統領できるっていうことですよね。ちょっと意味わかんねえなっていう感じがちょっとしますよ、僕は。うん。はい。ね犯罪人でも OK っていう、犯罪人とかでも OK ってことですかね、つまりね。うん、ですよね、ですよね。うんえ。これはすごいなって思いましたね。ねこれって例えばですけど盗みとか まあこんなことやってしまっ殺人とかもあったとしてもそうなっちゃうんですかね、うん、いやちょっっとびっくりですね はいえー、とレモン,ミカンさんさどうもですカブ君、えー、スルスルとスムーズで調子が上がっているみたいお出かけしたのが気分転換になってよかったのかな良い海でしたねそれもあると思うんですよ最近ね天気も良くてあの今日もお出かけして今日実はね結構気分が良かったんでそれもあるのかなっていう気がするんですよねなんで、えーまあ、散歩を定期的にね、えー、したいと思いますはい。 テラ、はいえー寺さん、よろしくお願いいたします。美しい景色ですね、えー。スマホでこの動画を見ていますが、どの景色もまるで綺麗な絵、はがきのようです。えー、この絵画のような景色がいつもそばにある、かぶくんは幸せですね。うん。やっぱね、海の景色は本当に僕は、えー、っとすごい好きですね。うん。まあ本当は山が、ね、あると本当はいいんですけど。うん。えー、っと、なんで、はい、ありがとうございます。うん。 はい、えー、そして、ユーネアさん連続です。えー、カムさん、ベルディの美容室はかなり怖そうな感じなんですね。えー、カムさん、4月6日満月ですよ、えー。4月の満月はピンクムーンというそうですよ。なるほど。えー、なんかセーラームーンみたいな感じですね。花が咲く頃の満月だからだそうです。なるほど。満月の前後は人間も眠りの質が低下したり、頭が痛かったりすることがあるみたいです。あ、そうなんですね。なるほど。ってことは、結構最近ちょっとなんか、雲。 っぽくなてるのはそれもあるんですかね満月だからって関係あ,るのかな、うん、満月あたりになると結構頭がふわふわしたらマジでマジで満月の可能性があるかもしれませんね。ピンクムーン。うん。はい。っていう感じです。え、かぶさんお疲れ様ですね。え、調子はいいんですか もしかしたら満月効果がいい方に出ているかもしれないですね。え次の構想はもうあるんですか楽しみにしています。いや、この話はあの対比してますね。うん。ねあのピンクムーンね。はい。ピンクムーンって起こったんですけれどもね、うん。ところが、えー、その効果もあるっていう可能性はです、ね、あるんですかね。月、うんまあ、が、ね、引っ張ってジャンプがうまくいったのかっていう感じですかね。うん、ピンクムーン。 まあ次の構想、実はちょっと頭あるんですけど、んどんな、まあ、テクニカルプログラム、何の曲にしようかっていうのは少し目星がついてますよ。はい。えー、さらかやさん、改めて動画を視聴させていただきました。オースタンデルクに行っ,た行っていたんですね。トラムでは警備員、コントロールによる臨時の車内解説が行われていたんですね。びっくりしましたね。うん、多分初めてのことだと思います。え、その最中に、 故障ととは大変なことになこにりましたね、うん、日本の鉄道でも路線によってえ普通列車でもたまに車掌が2名以上乗務しえ特別改札要員の車掌が車内改札することがありますがえそれに近い感じかもしれませんえ運転士のみ乗務のワンマン運転でも列車でも特別改札要員の車掌が臨時乗務することがたまにありますオスタンデルクも風が強いですね えー、今年もエビ祭りを見学しに行かれる予定でしょうか、えー、もし行かれる場合にはまた映像で見てみたいなと思っています。うん、た、まあ、多分行くと思いますよ、僕。うん、多分行く可能性は高いんじゃないかなと。でね、昨年はね、雨降ってましたよね。だからできればね降、降らなきゃいいんですけどね。うん、おそらく行くのかなって思うんですよね。うん。はい、楽しみでございますね。 はいで、昨日はまあ、その中でも風はまだね。そんなには強くない方なんでまあ、結構強かったね。いつも強かったなって思いますが、まあ、ちょっと今日は海で少し異変があってちょっと怖い。お店の所属うん。はい。ではありがとうございました。一旦動画を止めていきます。